人を手助けするためには自分自身が自分のことちゃんとできますかっていうことがないと人の手助けなんかできないでしょと。よだからこそうちらは力つけましょうと言ってるわけだし、まあ人を救うなんてとてつもなく大変なことだよ。生半可なことじゃできねえぞってことだよ。覚悟だけは持ってくれってことだよ。いつトラブル起きようが、今日の凱旋で何が起こるか分からないと、生きるか死ぬか分からないんだと、いう覚悟を持ってね、今日一日一日ね、まあ、過ごさなきゃいけないんじゃねえのかっていうことじゃねえの、そこのところはよ、まあ、覚悟を持つ人間と持たない人間との差は大きいよな。サバイバル精神じゃないけど、そこ一旦、まあ、原点に立ち返った方がいいんじゃないのかなっていう気がしますと。まだ、まあ、東日本の時もそうでしたけど、まあ、そういう人の気持ちの善意が出るってのは余裕があるんでしょう、余裕があるんだろうなと思うんですよ。本当に余裕、災害に被ってなくても余裕のない人は今日飯食うのも精一杯ですから、だよな、阪神淡路の山口みてえによ、財力あって人がいて、ね、いたらよ、炊き出しやってるわけだろ、相当ありがたいってな、それだけのさ、人物金がいるあるんだもんよ、貯めてあるんだからよ、別にそのために使うわけじゃなかったけども、そうなるわけでしょ、あるやつはできればいい、結論からするかな、だから体力作りをしましょう。自分なんかも運動に足込むきっかけっていうのがやっぱり震災だったり原発事故だったり、ああいったことを、ああいうショッキングなものを目の当たりにしてっていうのもありますか。機関紙に書くなり、凱旋でマイクを持つなり、そうして訴えていって、二度と悲劇が繰り返されるよう、備えは大事だということを啓蒙していくという、そういうことをやりましょうと。ただ余力がないとできませんよってことだよ、ここはな。だから人に手助けできるような人間になりましょうと。